の感謝で無茶振りセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。さて本日は、こちら貴公な茅ヶ崎店さんにやってきております。さあ、前回はですねいっぱい勝ちましたねですね、はい、あれから絶対衝撃3を結構打ってるんですけど、一度も勝ってません。マジでビギナーズラック的な感じだったのかなと思うんですけど、なんかいろいろ調べちゃうとダメですね。やっぱ知らないうちに最初は打つっていうのが一番出せそうな気がしてきてます。ということで、まあ、今回もいろいろあの手この手を使って勝利を目指したいなと思っているんですが、まあ、前回ここ茅ヶ崎店さんでやった時、まあ、なんかいろいろと打ち散らかしたそうで、はい、記憶にありません。だから何を打ったのか全然覚えてないんですけど、まあ今日も頑張りたいなと思っております。ということでまずはサイコロですね、お願いします。3いけドン、止まって、お止まりそう、おー6じゃない6じゃない、3 2、まだ転がりそうだな風でこれもうサイコロ変えた方がいい気がしません、はい、本日は最新機種で勝つ、実戦ということで、負けたらすっぴん。なるほど、前回もここで負けたらすっぴんだったんですよね。で、すっぴんになったんですよね。いかん、ダメだ、嫌な思い出が蘇ってくるまあでも最新機種って何ありますか。一番新しいのを打ったのが前回の絶対衝撃3だったと思うんで、また今回も初打ち機種になってしまうと思いますが、とりあえずまず台が取れるかどうかですね、はい、では最新機種で本日も勝利目指して頑張りたいと思います。開いてそうな気がする。バラ1、お絶対衝撃埋まりました。そして隣にある、あった、開いてました。もう寝台に調べたらマジこれしかなかったんで、とりあえず行きます。アルドノア0、マジでコンテンツも知らないっていうガチ発注。暇してるなら手伝ってよ。暇はしてない。おととい、なんか写真撮影とかの仕事してたんですけど、なんか古民家みたいなところのハウススタジオで撮ってて、バリバリむしり刺されて足めちゃかゆいっす。え、多分、え、1、2、3、4、5、6、7、8箇所ぐらい刺されてる、やばい。今日はちょっと足をかきながらの実践になります。さて、いや、いいか、とりあえずなんか調べないでやろう。知らない方がいい、多少のゲームフロア見とか、軽くね、軽いやつね。まあでも AD 確率は結構軽め、6で112分の1、1で187分の1です。でゲーム数でチャンスゾーンですかね、アセイラムチャンス、横文字が難しい。あれは役でも突入、スレイプニールモード、横文字が難しい。ポイントでも突入、タルシスモード、横文字が難しい、覚えられない。基本的にはチャンスゾーンを目指す感じですね。でも40分の1とかだったらね、結構チャンスゾーンはちょこちょこ来る感じなんですかね。あれだ、スレイプニールモード入りました。スレイプニールモード、チャンスゾーン、一応成功期待度は約 40% ですね。さて、おチェリーよ、ナビゲーション4分の1になったけど、ラスト5ゲーム、
の1。はい、どっち？どっち？あーダメだ。え、どういうこと？え、なんかあ、レインボーになってる。何でも見ないで打ったらいけない台かもしれない。これは、130ゲーム、投資3000円、ウィン。セイラムチャンス、ボーナスね。はい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 、牛順がだから合ってたんですね、ハサミでね、さっき多分分かんないけど、あ、勝手に揃ってくれる、ありがたい。はい、まあだいたいチャンス告知からですよね。はい、いけます。はい、これか。昇格。はい、赤なのかな。うん、そんな一発で揃うんですよ。やったー。で、ビッグボーナスなんで、昇格後はもう必ず AT に突入するみたいです。お、で、93枚。よし、さあアルドノアゼロ AT です。突入になります。なんかスゴロクみたいのがあるな。期待度ソリス3、いいのか悪いのか、真ん中ぐらい。はい、あ、スイカ、中が青7目安。ナビ当てないと。はい、お、メーターが。お、チェイン、あ、そういうことね。いや、これ毎回当てなきゃいけないのか、むずい。よしよし、チャレンジ1、チャレンジゲームか。目標、はい、目標299511、キープオンタイム90055、チェイン、お、5、はい、6チェインまでいってるけど、これは どうなる。マックコス来た。どういうことでしょう。ここに影響してんのかな。あー、出たい、うまい、当てます。あ、どっちどっちどっち。でも私左から押したいタイプなんですよね。左、順押しだ。あー、当たらないよ。こういう時はね、中から押したいんですよ。もう決まってるんだよね、なんとなく。で、こう、おお、やった。なんとかなったらしいから続くってことかな。うん、やっぱり連続でチェインかますと、上昇率が優遇されるみたいなんで、メーターの色が昇格するほど、継続バトルの抽選回数がとか。なるほど、今2回できたんだ。
2セット目に入りますということですな。お、何この人、期待度がはてなだ、勝利でビッグボーナスももらえる、伯爵モードへ突入、めっちゃいいじゃないですか。ということは結構厳しいのか、メーターを増やすことに集中しよう。今はレア役とか引いちゃうと話が早いな。あえて右とかね。おお、当たった。おお、すごいすごいすごい。よ、ちょっと難しそうですけど、もうバトル来ちゃってます。おお、おお、左は左なんだね。でしょ、終わった終わった、くさい青でしたもんね今ね。うわー、もったいな、結構頑張れたはずなのにな今の勝ったら。なるほど、なんとなくまあ流れは理解しました。173枚、まあでも投資3000円なんでね、払ってます。んチャンス、おお、チャンス役です。お、100いきました。こちらもプレイニールミッション、スレイプニールが、マスタング00、出撃マスタースイッチを、フォースフィードバックチェックインコード。あ、こっちはまだチャンス、お願い。お、入った、よし、タルシスモード、チャンスゾーンいきます。278ゲーム、よし、まあ、こっちのチャンスゾーンも期待度 40% 約なので、あ、当てられるのか。おお、レア役通過です。どうなる、ステムオブ読めません。2分の1。おい、そういうことね。どうする、遊ぶ、いや、なんか、あー、バカ。なんだろう、またなんかレア役いった。おお、引いてますよ。あー、このチェリーだけど、ナビちょっと優遇され、お、もう一回レア役じゃない。おお、これ2回行くとどうなるんだろうな、どうもならん。お、来る、ナビしてくれる。1回当てればいいっていう問題じゃない、ポイントゲット、この程度なら問題ない。なるほど、お、まだナビしてくれるの、優しさ。あ、そして2分の1になった。はい、すいません、当てる。うん、下手なの、下手なんですね。お、当たった、サラで当たった。そうですね、7回してしまいました。ジャッジいきます。一応ここに5個分かるけど、3つはゲットしてるんで、なくはなさそうな雰囲気。はい、カットイン、おう、やった、おう、やっぱ期待度、おう、ビッグボーナスじゃん、しかもラッキー。295ゲームですね、なりました。またビッグボーナスでございます。相当して5000円になりました。まあ、でもまだまだ5000円、コイン持ちめっちゃいいんでいい感じです。295、ボーナス確定。うん、
今日はカタカナを覚えるので精一杯かも。78枚おい、いきます。出てい、シュレーン。これはデフォっぽいな。あー早い、終わり。これ結構継続させるのむずくないですかね。150枚。うん、あそうじゃん、プラスにしなきゃいけないのか。そういえば忘れてました、スピンのこと。ハイパーゲート、あ指定ゲーム数だ。お、緑。お、バトルです。ゲーム数、低ゲーム数っぽい。265ゲームです。ウィン、もうウィン。よし、265総投資7000円。セラムだ、やっぱ。はい、まずは昇格させなきゃ。やっぱなんだかんだチャンス告知かな。早い。揃わないです。おおおお、やったー。嘘、いいんだ。しかもラストゲームでちょっと枚数的に得ですね、きっと。チリ20ゲーム消化したんで。よし、もう一回チャレンジできるぞ。よし、もうすでに113枚。イエーイ。で、アルドノアゼロ3回目のチャレンジでございます。当たらん。164枚3発か。平気だと思っているっていうことですか。全然ですよ。でもそっか、マスクしていいんじゃん。そうだ、前の時はどっちかっていうと打ってる時に周りの人に、あ、なんか撮ってる、誰だろうってこうよく見ようとしたりするじゃないですか。それでめちゃめちゃすっぴんなのが恥ずかしかったんで。マスクができるのは正直でかい、ありがたいです。前回よりもさらに劣化は進んでいるんだろうな。自分でも気づかないうちに老化が進行してます。ちゃんとやんなきゃって思うんですけどね。あのズボラで全然お手入れとかもしっかりできる方じゃないんで、やるときはやりますけど。だからちゃんとやってる人とか、もう綺麗に保ってる人とか、偉いなって思います。すごいなって思います。思うだけ。おお、レインボーやった。んどういうこと。お、無理やりやらせてくるのがこの番組です。